お疲れ様です。お疲れ様です。本日ははい、はい、養生の解説ですね。養生の解説、はい、まあちょっと変わってるってことで今回はあの動画解説をしながらやっていこうと思います。ありがとうございます。さすが。結構このタイプの窓ってめっちゃ珍しいですよね。そうですね、まあ、何軒かに1個ありますね。 あるんですね、はい、今回はこれを先に塗りたいけど、はい、窓は汚せません、うんうんうん、なるんで、うん、窓だけ養生します。あ、はい、わかりました、はい、じゃあお願いします、はい、じゃあまずこれもおなじみの紙テープですね。ガムテープの厚みが違うんですよ、テープの、うん、それから塗料のくぐり方も違うんですよ。ガムテープの方がちょっとずつ粗いもんで、うんうん、ペンキが入ってっちゃうんだ。入ってっちゃうんだ、はい、あとは粘着のゴムの違いで、夏場とか暑いですよね、うんうん、こうやってネチョネチョになるわけですね。そうなんです、糊が映っちゃうんですよね。はい、なので紙テープで一回下貼ってます。紙テープのいいところって押さえたか押さえてないかがすごい分かるんですよ、ね、はい、これテープで絶対押さえないと、塗装する前でも僕らこうやって押さえてるんですよ、うん、そうしないと入ってっちゃうんで、どんだけいいテープ使っても、うんうん、で例えばこうやって押さえた時に色のなんか違いは分かります、うん、こっち明るくて暗いじゃないですか。あ、はい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 、しっかり押さえるとはは全部つくってことですね。そうです、はこれで分かるので、うん、もうしっかりでも押さえてますよ、押さえてないですよねここ、うんうん、そういうことが分かりやすいですね、ですこのテープなんでこれでしっかり押さえ、はぁ、入ってかないようにってことですね。じゃ紙テープだけ貼ってきます。はい、お願いします。はい、この裏っていうのが難しいですよね。そうなんです、ね、裏今さっき僕話したんですけど、はい、貼るんだったらお前こっちじゃんって思うじゃないですか。はい、でも前のその窓によって、はい、前の塗装屋さんが、はい、部分ある窓によってはここまで塗ってあったので、うん、まあ、全部揃えてあげる。他の窓も一緒に合わせておかないとダメなんで。いや、めっちゃ真面目な動画になってるけど大丈夫ですか。めっちゃ真面目ですよね。社長いない方が真面目ですよね。どうしよう、大丈夫かな。一応これで、はい、窓枠に貼ったって感じですかね。次マスカーですね。はい、マスカーいきます。マスカーも、うん、まあ、3種類使い分けてるんですよ。へえ。これが300、うん、まあ、30センチぐらいのビニールがくっついてます、うん、で、これが550、はい、まあ、55って言っとったりとかするんですけど、これは55センチ、これが1100、まあ、メーターって結構言う人多いですよね。幅が違うってことですか。そうです、幅が違います。へえ。簡単に言ったらで、こうやってあの、うん、ガムテープと一緒に、うんうん、あのついてます、ね、あ、長いです。あ、長いんですね。そうです。あ、へえ。窓の大きさによって変えてます。へえ、はい、マスカーちょっと使いにくいなって思うポイントが、うん、こうやってひっくり返っちゃって、あー、グニュってなっちゃうみたいな、くっつかないってなっちゃうんですよ。そうするとまたちぎってはやるので、うんうん、基本的にマスカーは貼っつけたらもうたるませないです、うん、はあ、ビシッと絶対テンションかけててください。はいはい。そうするとなかなかひっくり返ったりしないので。おお、裏側にも貼っていくんですね、これ。そうですね、むしろもう下から見たらあの裏側のが見えるんで、お客さんとかって。あ、そっか、はい、なのでこっちの方が大事じゃないですね、見えないところ。角とか、うん、90度曲げたいときは、うん、一回これを貼るじゃないですか、はい、そしたらそのラインをもう一回戻してやって、うんうん、こう折り重ねるんですよ。はい、あー、はい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 、まっすぐ書いてますよね、うん、こうやって。なるほど、書いてますね、はい。それをゆっくり、うん、ああ90度にするというか。そうです、なんか包装紙の折り方みたいな感じな、ね、はい、ああそうですね、折り紙みたいな感じです。ああ、へえ。ここもそうですね。うん、ああ、うわ、奥まで行かなあかんのだ。そうですね、隙間作っちゃうとペンキくぐっちゃうん で、あとは広げていく。はい、でまあ、下からがいいですね、うん、あ、なるほど、はい、ビニールこうやって被せた時に、うん、上のが上のより下がこうやって乗っかっちゃうと、はい、ペンキが中に入ってっちゃう。あ、下と、あ、なるほどなるほど、上から被せてると重力で下がってくるから、ね、はい、あとはまあこのステンレス、はい、とかサッシは塗装しない方がいいので、うん、これも紙テープで貼ってきます。あ、はーい。あ、そっか、そこはガードしなあかんのですね。そうです。で、貼るときもこうやってあの、こうやってはみ出ないように。あー、うん、なんか詰めかける位置も、縁っこにかけると、うん、あの、曲がっちゃうね、紙テープが。はははこういう風に、うん、真ん中になるべく指かけてあげるといいって言ってました、うん、誰に、誰に言われたんですか。なんか、なんか見たんですか。
カデミー僕も YouTube 見るんですよ。寺西さん動画見て、はい、こういうの学びましたってこう出てくると思うんですよ本当に、まあ、やり方は本当にいろいろあるんで、僕らあの塗装班でも人多いじゃないですか、はい、なんでなんか自分の合うやり方が見つかるんで、うんうんうん、まあ参考程度で、なるほど、ね、からアレンジしてもらえたら、うん、いいんじゃないかなと思います。超先生みたいな、はい、決まりましたね。キラー決まってましたね。こんな感じですね、はい、というわけで今日はちょっと特殊な窓の養生を解説していただきました、はい、ありがとうございました。いいですか。はい、まあ、あのチャンネル登録とグッドぜひねよろしくお願いします。ではまた見てね。どうですか、このちょっと真面目な動画。真面目っすよね。真面目っすよね。やばいっすね。ふざけたいっす。ふざけたいっすか。もっとふざけたいっす。もっとふざけたい。何したいっす。何したいっすか。俺もあれだ、着てみたいっす。